転生先が少女漫画の白豚霊嬢だったりブーと、意外とよくできている幼稚経営の内政悪役霊嬢。主人公は婚約破棄のショックで前世の記憶を思い出した悪役霊嬢の取り巻きのモブのお二人様。そのお二人様はこのままわがまま放題し放題していると家族の腹黒の兄に放逐されてしまうということで、まともな性格になってダイエットに励みつつ内政無双をするというシナリオ。この漫画のよくできている部分は前半に石鹸無双を始めるのだが、よくあるな老系ではサクッと石鹸を作るが、火星ソーダのない異世界ではアルカリ性が弱くまともの石鹸は作れませんという部分の説明がある部分。米ぬかとか灰とか使っても、頑張ってpH値を高めないと固まらないのぜ。ただし、この漫画は所詮は中世ナーロッパ作品なので、なぜか衛生管理の大切さを知っていたり、描写が現代風のつなぎを着ていたり、ガラスがあるのに石鹸がないなどちぐはぐ。シナリオは、白豚のお二人様が内省して、ダイエットして死亡フラグたちと違う方向で仲良くなって、シンパにして、という感じのとてもよくできたナロー系であり、シナリオは非常に面白いくおすすめ。この漫画で主人公はデブなんだけど、デブって書くのが難しいのだと思ったのぜ。主人公はすごいデブって設定なんだけど普通に可愛い顔してて。頬肉だけカーブを丸く描いているだけという竹彦井の上クラスの作家でないとデブを描くのは難しいと感じる漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。